として全世界でリリースでございます。めでてー、すごいことですよね。これは全世界でPerfume聴けるってことですね。とんでもないことでございます。さあ、そして今夜はあの曲のラジオミックスをオンエアです。Perfume ロックス、Perfume Lux starring Perfume。直輸入版仕様 CD の感想を研究せよ。アルバムレベル3ボーナスエディションが全世界に先駆けて日本で発売されました。わかるかな、これややこしいんだけど、直輸入、うん、そう、日本に輸入したってこと。日本で販売していたアルバムレベル3、今までみんなが持って聞いてくれてたやつ、はい、の海外版がレベル3ボーナスエディション、はい、それを海外から直輸入して日本で今販売されている。そう、そういうことかなっていう。そう、はい、いやもうね、自分たちは逆輸入されるようなんだったかっこいいねみたいな言ってたのが、うん、叶いましたね。本当になっちゃったね。すごいね。本当になっちゃったらよくわかんなくなっちゃったね。整理するのが時間かかるんで。ラジオネームシェリングフォードくん、シェリングフォードくん、くんかな、さんかな、うん、レベル3ボーナスエディションが届きました。わあ、ありがとう。真っ先に聞いたのはもちろんサムティの2つのリミックスです。スペンディングか、スペンディングオールマイタイム。感想はラジオミックスはアルバムミックスをよりかっこよく盛り上がりやすくした感じでした。DV&LM ミックスは本当に衝撃が半端なかったです。サムティと分かってなかったら別の曲じゃないかと思うくらいガラリと雰囲気が変わりますね。ライブでの披露が楽しみです。ありがとう。いや、そのさあ、スペンディングオールマイタイムをサムティって言ってるってことがもうまず衝撃的すぎて全然そこがこう入ってこないっていう、内容が全然入ってこない。覚えてんだけど、うん、私略し方をなんかね、うん、決めた気がするの。そうよ、いつかで。サムティはノッチが作ったんだよ。そう、みんな SMAT って言ってたのをSMAT って言う自体が長いからサムティでいいじゃんって言って、うん、生み出したんだよね。私、そう、生み出したんだよ、うん、ありがとう、覚えててくれて。シェリングフォードさん、シェリングフォードくん、あ、26歳だから。そうそうそう、あと年齢的にね、私よりくんとかじゃないんですよ。もう私より年上だから。なるほどね。くんじゃない、そうかな、うん、あ、そこの気遣いだったんだ。そうそう、なんか申し訳ない。大人ってこと、うんうん、そうかそうか、まあ、でも同級生ぐらいかな。そうだね、同世代だね。近い近い、うん、ありがとう。まあ、その中で今夜はこのレベル3ボーナスエディションから、うん、スペンディングオールマイタイムのラジオミックス、はいはい、をお届けしたいと思います。お、もうこれはまあ、海外ではよくあるんですよ、こうエディットバージョンっていうのがね、うんうん、でラジオミックスっていうのもまあよくあるんですけど、うんうん、アメリカでは。なんでそれをね、私たちはまあ一応同じ日本の音楽を届けたいとはいえど歩み寄る気持ちってものは大事だよねということで、皆さんにたくさん聴いていただける機会が増えるようにこういうものも作りました、うん、はい、もう盛り上がりを分かりやすく車の中でノリノリになれるような、うんうん、作りってあってね、うん、そうということで聴いていただきたいと思います。 Perfume で Spending All My Time ラジオミックス。どうだったじゃろうみんな、ね、こっちは結構ノリノリですからね。そうだ ね、 そ う、 だね、うん、ギャル感がありますね。そうだね、ちょっとギャル感がある、ちょっとしたギャル感とちょっとした109感がありますね。あるあるね、よく言うリミックスってこういう感じってやつね。うんうんうん、まあ、でもでもツボにねハマってくれる人はハマってくれるし、ね、これの方がアメリカではよく聞かれるっていうことだから、うんうん、こういう音楽は流行ってるんでしょう、うん、はい、はい、では改めまして皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです。よろしくお願いします。ラジオネームアイダホからの依頼、パフュームの〇〇だけど何か質問あるを研究せよ。それ聞いた、先週
週あれだよ、スクールオブロックの授業でやってましたね。やってました、ね、やってた。生徒の〇〇だけど何か質問ある、うん、めっちゃ楽しかった。いや面白かった。面白いね。親に借金100万円あるけど何か質問ある。いやあるある。なんで知ってんの。超気になるよ、うん、姉が元アイドルだけど何か質問ある。いやめっちゃあるよ。聞きたいよ。あなたも有名人だったでしょっていう、ねで、ね、で先週水曜日は、うん、木村カエラ先生がゲストで登場して、はいはい、木村カエラだけどなんか質問ある。あれすごいよ、毎度同じクオリティでお届けしてくれるんだもん、ね、録音かと思うくらいの。本当にあれ生でね言ってくれてたんだもん ね、 そうそうそうね。しかもアドバイスがロックもう最知らねえよって言ってたよね。知らねえのでいいよみたいな。最高だったよね。でこれのパフュームバージョンってことでしょ、うん、つまり相手が思わずいろいろと質問したくなっちゃう感じで、はい、質問したくなっちゃう感じ、うん、誰から行く。どうする、なんか思いついた。私言ってないことあるよ。何聞きたい。もう質問したい、うん、もう質問。待って待って、まだ言ってないから。まだあのこっちの問題提起とかしない。そっちしてない。うん、いいいいよ。こないだ頭泡だらけになったけど、なんか質問ある？すげえある。なんだろう、あるけど。あのね、あ、泡だらけ？うん。頭洗うつもりなかったんですよ。もうなぜなら前の日に頭洗ったから。あ、自宅で？そう。家で頭、うん、泡だらけになったんですよ。どういうこと？どういうこと？前の日に頭洗ってて、もうお風呂も入ってたから、うん、朝起きたら、でも寝相がちょっとクイクイってなっちゃって、うん、あの、もじゃもじゃになっちゃってたんですよ。うん、だから、あ、前髪だけ、ちょっと洗っちゃって、うんうん、うちらよくするんですけど、うんうんうん、あの前髪シャンプー。で、前髪だけビーって洗ってたんですよ。うんうん、そしたらね、あの、最近ね、ハンドソープをね、うん、はい、あのセンサーで手をかざしたらウィーって出てくる。あるね。適量出てきてくれる。へー、うん、ミューズさんの方であってね。へー、それをすごい気に入って使ってるんです。うん、そしたら私あのマジか、ちょうど部屋シャンプードレッサーそれはいはいはいなんですよ、うち。うんうん、だから、そこでこう、シャーってね、前髪やってたら、うん、あの、全然こう、前髪だけビーって上がって、シャワーシャーってして、パッて見たら、この後頭部の上のあたりが、泡だらけになってて、あれ？あ、こんなとこまで私泡つけちゃったんだわ、と思って、あら、ここも洗わなきゃいけなくなっちゃったじゃないと思って、もう一回シャーってやって、パッて見たら、またもっとこの上のあたりがもっと泡泡になってて、あれなんで頑張っちゃった。その機械がセンサーでずっとずっと前を私の頭がすがっちゃって、こうシャーシャーってなって泡泡になっちゃってさ、頑張っちゃった。あ、ずっと流してずっと流して気づくまで本当に時間かかっちゃってさ、不思議な出来事。やだやだ、ドジっ子。ちょっとやってしまった。怖いね。怖いよ。洗い終わって前見たら泡あって。そうよ、怖いよ。泡立てたそこつもりないんだもん。怖い、ね、本当にびっくりした。で、気づかないのが本当に怖い。怖い。冷たかったりしないの？ジーとか言わない？あ、でもシャワーの音するのか。シャワーの音で本当に気づかなくてな。じゃあ他には2人は。私あるよ。え、なっち？うん、免許取ったけどなんか質問ある？たもんね。そう、いつから取りに行けるの？ね、2月今年のさ、年明けにさ、仕事終わって、そうそうそう、年明けみんなじゃあお家で帰るときに車でバイバイって、いよいよお年を、いよいよお年をじゃないけどさ、お休み楽しんでねっていう時に言い捨ててったんだよね。そうだっけ。私免許取ります、パッて。2人でポカーンってなってね。うん、それで、まあ、2月に、うん、本当はね1ヶ月2ヶ月で撮りたかったの。うんうんうん、あの2月のあの結構休みもらった時に行きたかったんだけど、うん、まあ、なんせ春休みなんで学生さんたちでいっぱいで、そっちもね予約取れなくて、その予約システムっていうのよく分かんなくて、うんうん、でそうこうしてたら対バンツアーもあって、うん、でなんかリリースもしてそうでぐるんぐるんツアーもあって、うん、で10月10日にやっと撮れました。
おめでとう、ね、でつい最近そう卒業できたのが本当だよ。いやそれに関してはうちらをはじめ、うん、山本マネージャー、うん、そしてうちらの皆さんの家族、うん、みんなそう思ってたよ成し遂げたってことだよね。Perfume以外で続けるってことができたものなんか一つもないんだから初めてじゃん。いや本当快挙です。これは本当に否定したいんだけど否定できないからこちらも見てきたからね、うん、取ったんだね。授業も受けたし偉いね。あと試験とかは、うん、仲間と一緒に乗って、うん、一緒に高速教習したりするそれいくつぐらいの人と。私はね、子持ちのインド人女性だった。いやすごいトピックが多いわそうなの。あそうなんだ。すごい面白いなって思ったのは、はい、その靴と、うん、ブレーキやアクセルの何踏み心地。そう相性ね。あの教習所ではスニーカーをね勧められるんだけど、うん、スニーカーってさあのそこデコボコしててさゴムでさ滑らんじゃん。滑んない。あれがね運転しにくいんだよ。しにくいのしづらいのうんしづらいがしずにになっちゃうしにくいと混ざっちゃったねどこどこあしにくいと混ざっちゃったんだね。しにくいって言うじゃん。もうすぐねあの頭で決めてから喋んなさいね。ね話し方教室に向かう新しい免許取れたのに。どっか知らないみんな話し方教室ねそうねちょっとアナウンサーさんが誰かに教えてもらっていいかもわからんわ、ね、えゆかちゃんは。ゆかちゃんは私ね、うん、何もないんだけどなんか質問ある、いや絶対あるでしょ。あるかな、うん、あ昨日言われたけど、うん、独り言増えたけど質問ある。いや増えたね。もともと多いんですよ彼女は。多いね。うん、もともとね、あこれやんなきゃ、あここで話しておかなきゃそうとかあどうした。何多分これは一人のやつっぽいなこれは話しかけたらあの困るやつだな、ゆかちゃんがっていうやつね。そう、うん、が増えちゃった、うん、増えた。でもそれ知ってる、知ってるでしょ。うん、うん、何モンハン始めたからそうゲーム始めちゃったの。もうねゲーム始めちゃったからさ、マジでずっと喋ってる。相当ね今までと比にならないくらい喋ってるよね、うんうん、ボツクサボツクサの、うん、あーこれあーどうしよう、あれ足りない素材の名前ポロ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 え、何それ、何それあ、一人うん、あーこれいけるかなあーどれかな、いけるかなよし行こうまで言うからねいやそれは心で決めなねえ、心で決めてねえそれ知らない私いやめっちゃ喋ってるからまで行こうって言ってんの知らないもう多分考え全部出ちゃってんだろうね。なんでアイル助けてくんないかなとか言っちゃう。え、それ何、誰、それは誰なの。自分がこう戦ってピンチの時に補助してくれるわけよ、うん、アイルってね、うん、アイルって猫が、うん、それがなんか来てくんないわけ私ピンチよ、ご主人様ピンチなんで来てくんないかな怖いもう怖い今でしょみたいなって言っちゃうの。なんで来てくんないかな、なんでそこまで張るかなとか言って。それリオン君に言えないじゃん。よく喋んねえとか言えないじゃん。もううちのね飼ってる猫リオンがね、うん、すごい喋る猫だってうるさいって言ってんだけど、うん、飼い主に似たのかもね。そうかもよ。そうだよ、彼のせいではないね。そうだね、私か、うん、主人だね私から映っちゃったそうだね。いや面白いね。面白いまだいっぱいあるよ。いっぱいマジで本当、うん、ちょっと後で聞かせて、うん、これプライベートで、ね、これ何回かやりたいね。やりたいね。うん、面白い。続けていきましょう。はい、ということで最後に遠山校長芦沢教頭、私たちパフューム今週末からワールドツアーサードが始まるけど、なんか質問ある？セットリストでしょ、あと会場の感じや照明の感じとかもそうだし、あと会場によって変わったりするのか、でこの間のぐるんぐるんの時アンコールね全然日帰りで変わってたけども、これ世界ワールドツアーの時もなんかもしかしたら変わったりするんじゃないかなってこと。あと衣装どのタイミングで変わるのかとか、新しい衣装どんな色なのかなとか、うん、え怖いよ。怖い、どうした。いやいや聞かれたから、いや質問、いや聞かれたからじゃね、一番怖い返し聞かれたから一番怖い返しだよ何それ聞かれたから
一番怖い感じ。言われて気づいた。俺今怖かったわ。怖かったよ。とても怖かった。びっくりしたよ。いやでもサムティのこのラジオミックスかっこいいね。いやかっこよかった。めちゃくちゃかっこよかった。で俺サムティって言っていくわ今日から。どういうこと？スペンディングオールマイタイム SAM、うん、さっきのっちとか言ってた、ね、サムティ頭文字サムティでしょ。あこう言っていく、ね、うん。しかもラジオ聞いてくれてんだね本当に。いやそりゃそうです。ちゃんとやっぱり嬉しいね。いあ素晴らしいね。だってライブとかでも終わった後とかに、うん、その移動中の車の中とかでスクローブロックやってる時間だって、うん、チャンネルをつけてくれたりとか、うん、めっちゃしてくれてんだって、ね、いつも。これしかもやっぱ木村カエラ先生のあの言い方にはやっぱり引っかかってましたね、うん、そうだね。ちゃんとやっぱすごいなと。いやそこなほんとカエラ先生あれはすごい。あれだけ別撮りしてねちょいちょい聞かせてほしいよ。もう放送カエラ先生あと横浜アリーナ 2days お疲れ様でした。お疲れ様でした。ナタリーとかで記事を話していただいて、ね、素晴らしかったみたいな。でさらにパフューム研究員はそうなんですよ今週末なんだワールドツアー。10月31日台湾色回るねからシンガポール、うん、ロサンゼルス、うん、ロンドン行ってニューヨークだって、はい、すごいね。アジア行ってアメリカまでまたいじゃってどんどん手の届かないところにこう行っていく感じね。ちょっとお願いします。この、ワールドツアーの模様もちゃんとあの、うん、DVD ブルーレイとしてちゃんと発売してくれることを願っておりますので、はい、ありがとうございます。これだからサードです、ね、だからねセカンドはこの間僕買いに行ったんでちゃんとね。あサード当たり前じゃないの。さすがですね。あたりタワーレコードに買いに行くんだ俺は。そしてあのメッセージノートがあるからそこにもちょっとこう書き足したりとかするんだ俺は。すごい熱い思いが。そうだ、うん、新宿と渋谷主にねそうだポスターもちゃんともらって帰る派だ俺は。そうだ熱い思いありがとうございます。お気をつけて世界を。そうですね。ああ、うん、石鹸してあっと言わせてきてくださいまでパフューム研究員。明日のこの時間は社会の講師クリープハイプ先生が登場。クリープロックス、スクールオブロック。